ここにギミックがあったんで、ちょっとやってみようかなと思います。銀瓶の庭の東側。このなんか、これの北側のところ。この中州みたいなところ。ここに水元素のやつ。で、ここに明らかに怪しいこれがあるんで、ちょっと調べてみようか。で、助けてで順番示してくれるパターンかな。わかりやす。ん？あ、そこにもあるんだ。それいちいち親切だな。いちいち行ってから矢印になって。1、2、3、4。4で終わりかな？ 1、2、3、4。性格が出るな、あいつらも。世間話はよさ。え、あれが最初、必死に話題を探どっすちとも取れるな。それからということもと、え？ あれからやれっていうようにも見えるけど、あれが最後というようにも見える。1、2、3、4。これでよかったらしい。手順としては、まずここに来ます。で、ここにいた樽みたいなやつ調べます。で、そしたら、順番に、矢印で指し示してくれるので、その通りやればいいと。で、順番は、あれが1、2、3、4という順番でしたね。以上です。何分？ 2 分半で終わった。あっという間だった。ちょっと、あとは宝箱を、お、あるね。宝箱を探すわ。あっという間だったわ。この中とかなのか。ん？あ、これか。え、これすぐ取れない。かくれんぼしたがってる。あ。始まっちゃった。これかな？これじゃないんか？あ、こんなとこにあるわけないもんね、これ。微妙になんか、プカプカなってんな。よーく見ると。それがヒントになってんだもんね。あ、これもだ。やっぱこのプカプカなってるのがヒントなんだ。じゃあ、あれもだ。これもプカプカなってる。プカプカってよくわかんないけど。いや、簡単だった。え、これでこれもらえんの？え、これでこれもらえるんだ。話早。宝探しは義侠心を養う。話早いっすね。めっちゃあるやん。どうしたん？ どうしたん？この辺。めっちゃあるやん。あそこにも宝箱あるし。もう、入れ食いやん。入れ食い状態やん。ん？え、これ順番合ってる俺。あれ、これ行く場所間違ったかもしれん。あ、もう向こうだ。やばい、これも間に合わんかな。形は精神と共にある。チート使え。あ、
いけた？あ、いけた。だいぶ余裕があるな。相当ミスったけど。ゴミか。いや、めちゃくちゃ宝箱見つかるね。これは、あっこか。ここは、こいつがジャンプ台になってくれるとか？あ、風の。おー。だいたい困った時は近くのあれを探せばいいっていうことなんだね。この流れで。楽。やっぱ、放浪者のええとこ出るな。探索最強説あるわ。放浪者、探索最強説。なんか、追撃を絡めればすべて拡散できるっていうのもいいよね。通常攻撃が風元素だから。あるね。向こうにもあるけど、こっちから行こうか。あ？これは、これかな？あれを草元素で開けて。これか。かくれんぼが好きなんだな。欲しいものはあった？お？ハッピークーポン100枚集めるで、これがあるんだ。あと7枚。あれか。でも、放浪者が便利だな、やっぱ。この、もしくは神里さんとか、彩香さんとか。水辺を行ったり来たりするときは、ちょっと、移動が楽なやつ使いたいな。あ、そこか。間違えた。こいつらは関係ないか。これでいいか。だいぶ緩いな。あのボートのところもあるな。これはボートで取れということか。
懐かしいの、この操作感が。うわ、ちょっと待って。ボート関係ないやん。ボートめちゃめちゃ関係あるんかと思いきや、最初の2個だけだったっていう。ゴミか。ゴミか。ゴミじゃないけど。ゴミかはじわるな。ん？宝箱。この上か。打順にダメージが入ったのに。これはちょっとここは気づかんな。あるわ。あ、これに化けてる。あ、出て出て出て。天道万象。オッケーオッケー。のもちさんこんばんは。だいぶ順調にハッピークーポンが集まってきおるぞ。あるね。あれか。間違えた。これは、また近くにあるんだろうな。あれかな？明らかに怪しい。ついてこいなんて言ってないよ。こんなとこにあるわけないもんね。こんなものが。こいつかな？あ、一緒に来んといけんのか。こういうことか。ああ、こんなのも欲しいの。オッケー。あるね。こんなにこのエリアにあるんだな。ん？ここ。え？この辺りだけど。ん？ここかな？あ、これか。あ、これまたかくれんぼのパターンだな。閲覧？これか。これ多分隠れんぼのパターンだからアーカイブ区切るか。ちょっと話それるんですが、主さん、ユアパ使われますか？自分今それで悩んでて。あ、使うよ。ユアパ、螺旋の時にほぼ毎回使ってるよ。ちょっとアーカイブ区切る。